どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。皆さん、シミュレーションゲームってすっごい好きな方多いですよね。夢中になって時間が解けちゃうなんてこともね、よくありますけれども、本日はですね、そんな時間が解けるゲームがまた新しく発売されましたので紹介していきたいと思います。本日のゲームはこちら、エイジオブワンダーズ4、通称 AOW と呼ばれる人気の 4X ストラテジーゲームのシリーズとなっております。その最新作がですね、先日発売されたんですよね。でね、これ遊んでみたらまずいです。これはやばいですよ。時間マジで解けちゃいます。すっごい夢中になってしまいますね。私もこのゲームシリーズは初めてプレイするのと、まだまだ理解できてないところもあったりはするんですけれども、ちょっとあまりにもちょっとね、面白すぎるということで、取り急ぎ皆さんにですね、このゲームをお伝えしたくて動画にしております。もしこのゲームに詳しい方がいたら、動画の内容で補足できる部分よかったらコメントいただけるとすごい助かります。というわけで早速紹介いってみましょう。このゲーム画面パッと見るとですね、なんか、あ、すっごいややこしそう、難しそう、やること多そうで大変そうだな、覚えるの大変かなって思うかもしれませんけど、まあ、確かに初めて遊ぶと覚えること多くて大変かもしれませんけれども、覚えてしまえば別にそんなにややこしくも難しくもないかなっていう感じです。シビライゼーションのシリーズみたいな感じのゲームだと思っていただければいいです。広いマップの中に自分の国があって、自分が動かすユニットがあって、マップは最初見れない状態になってるんですけれども、移動しながら隠れているマップの中に何が隠されているかっていうのをどんどん見つけていって、そのマップの中には他の国があったりするんですよね。で、最終的には他の国を滅ぼして、まあ、勝利していくという形になるんですけれども、シビライゼーション同様に勝利条件がいくつか用意されておりまして、まあ、必ずしも戦争で打ち滅ぼすだけが勝利条件ではなかったりと、まあ、非常にね、遊び応えのあるゲームになっております。私の初めてのゲームプレイを、まあ、ダイジェストでご覧になっていきながら、どんなゲームプレイが体験できるのか、どんな要素をどんな風に覚えていけばいいのかっていうのをちょっとね、ご紹介しながら見ていきましょう。ストーリー的なものの説明は端折ります。そこはご自身でご覧になってみてください。ゲームのメニューにクイックスタート、ニューゲーム、オンラインマルチプレイヤーもありますね。今回はクイックスタートからゲームを始めます。自分の国というか、まあ、種族をですね、決めます。最初にで、デフォルトで、決められている種族だけでもかなりたくさんあるんですよ。この列だけじゃなくて、さらに下にスクロールできるからね、やばい、数がめちゃめちゃ多い。もちろんそれぞれの種族で特徴が変わってきます。見た目の好みで選ぶのか、それとも能力重視で選ぶのか、ゲーム開始早々我々は試されています。っていうか、よく見てほしいんだけど、上に派閥の作成ってありますよね。これね、どうやら自分で好きに派閥作れるみたいなんですよね。ただ、まあさすがに私はまだまだ初心者なので、人間にほど近いこの種族で始めることにしました。でもなんかちょっとまだいじれるっぽいんだよね。余計なことをせずにそのままデフォルトで始めました。さあ、これが私の国です。さあ、天下統一目指して頑張っていくぞ。俗に言うまあ人間種族なんですけどね、ちゃんと特徴がそれぞれあります。で、それぞれの細かい特徴はいちいち一つ一つ説明していくと、まあ、本当日が暮れてしまいますので、まあ、必要に応じて説明したりします。説明しなかったりもします。勘弁してね。簡単に1個だけ特徴を説明しますと、高速回復っていうのがあって、ワールドマップ上で軍隊が、まあ、ユニットがですね、1ターンごとに HP が5回復するみたいですね。便利そう。さて、ワールドマップ全体はですね、周りまだ霧がかかっていて、自分たちがいる近辺しか見えません。まあ、ちょっとアップにしてこういう風に見ることもできますし、さらにグググググと引いていくと全体のワールドマップを見ることができます。ほーら、全然見えないでしょ。で、全体のサイズ感は、まあ、一番最初に遊んだマップでこのぐらいのサイズ感となっております。さらに広いマップとかもあったりするのかな。で、自分たちのユニットが、まあ、今2体いますけれども、ここいる場所が自分たちの都市ですね。まあ、ここが中心になっていきますが、他にも新しい都市を自分たちで持つこともできます。ここで開発をしたり、ユニットの生産を行ったりするんですね。まあ、開発っていう言い方がちょっと正しいかどうかはあれなんですけれども、まあ、ゲーム内的には建造物を建てるって書いてありますね。じゃあ、この建造物を建てると一体何が起きるのか、このハンマーのマークですね。お金などのリソースを使って建てることのできるこれらの建造物、
例えばこの保管庫っていうのを作ると食料の収益が上がったりします。建造物を建てるとさらに新しい建造物のアンロックがあったりするんですけれども、そうやってどんどんつなげていくことで新しいユニットを生産できるようになったり、城の強化ができるようになっていったりするんですよね。なので強くしていくためには建造物の作成っていうのは欠かせない。その下のアイコンがユニットの作成、まあ、雇用っていう形になってますね。まだ雇用できるユニットは弱いのしかいねえな。見て、百姓の槍兵とかだよ。グレード1なんでね、まだまだ弱いですが、まあ、その分安くてすぐに雇えますね。もちろんこの低いグレードのやつらも戦ってると高いグレードになってくれたりするみたいです。とりあえず偵察兵を1人雇います。まあ、雇うといってもすぐに現れるわけではないんですけれどもね、2ターンほど雇うまでに時間がかかります。それまでの間、まあ、自分たちのね、今持ってる2つのユニットを動かしてちょっと待ちましょうか。で、こっちの旗の下に6って書いてるこのユニットが国の王様です。ヒーローって呼ばれる特別なキャラクターは武器や防具、アイテムなんかを装備したり、レベルが上がったらスキルを覚えたりすることができます。通常の雑魚ユニットにはそういう要素はありません。雑魚ユニットはこっちのやつらですね。こっちのやつら、雑魚ユニットはほら情報量減ったしょね。この辺にあったアイコンが全部なくなってるでしょ。何もできないんです。まあ、でも強くはなりますよ、ちゃんと。いや、このキングはめちゃくちゃ武闘派ですよ。せや武闘派で、この王様の左側にいるのがこれ石膏ユニットですね。石膏っていうか偵察兵だっけ、このゲームの呼び方は。部隊も率いてなくて、まあ一人だけでいるんですけれども、石膏ユニット、ごめんなさい、偵察兵か偵察兵ユニットは主にマップの偵察が役割で、戦ったりとかはあまりしないので、まあ別にこれでいいです。まあ一応全く戦えないわけではないみたいなんですけどね。ちょっとじゃあ動いてみましょうか。動ける範囲の一番奥までレッツゴー。ほら、石膏ユニットが動くとマップの霧がちょっと晴れましたよね。で、なんかドクロマークが見えましたけれども、これは敵対してるユニットですね。ただどこかの国の敵ユニットとかではなくて、まあ、こっちのキャラクターのレベル上げ要因といいますか、マップのあちこちにですね、戦える敵がポツンと動かずにいるんですよ。まあ、こういうやつらを撃破していって、こっちのユニットのね、レベルを上げてライバル国に挑みましょうみたいな、そんな感じだと思います。こういう敵がいるところは大体ノードっていうものがありまして、そこを獲得できるとですね、まあ、資源とかが手に入りますので、まあ、積極的に撃破していきたいですよね。で、子供ゲームなんですけれども、最終的に何をすればクリアになるかと言いますと、このマップに我々と同じように国を運営している支配者がいるんですよね。このマップのプレイだと自分以外に支配者が他に2人いるみたいなんですけれども、そいつらに打ち勝つことが目的となります。で、この打ち勝つといっても武力で倒すのがクリア条件だけではなくて、いろんなクリア条件があるんですよ。そこもちょっとシビライゼーションに似てますよね。軍事勝利、拡張勝利、魔法勝利、スコア勝利と4つの条件が用意されております。軍事勝利は敵の総大将のユニットを倒すだけではなくて、中心となる街をね、占拠する必要があります。領土を広げていく拡張勝利や魔法勝利は、これちょっと条件の難しい魔法を解放するとか、そういう感じかな。やってみないとちょっとわからないかもしれませんね。まあ、などなど様々な方法を使って他の支配者に打ち勝っていくというのが目的となります。じゃあちょっと早速ですね、バトルやってみたいと思います。戦う前にそのバトルが勝ち目があるかないかっていうのがすっごい分かりやすく可視化されております。しかもね、マニュアル戦闘とオート戦闘があるんですよね。今回はマニュアル戦闘で、戦闘はターン制のシミュレーションバトルになってますね。順番にユニットを動かしていって、すっごくじっくり考えながらやれるタイプの戦闘です。進めー、敵を撃ち取るのじゃ。ユニットには HP と左側には士気が記されてますね。士気が高い方がクリティカルが出やすかったり、キャラクター同士が隣接してると士気が上がったりとか、他にもスキルで士気を上げたりとか、まあ、いろんな要素があります。さあ、本格的に部隊が衝突し始めましたね。ただ、戦う前に圧倒的に有利な戦いだってもう数値化して分かっていたので、正面からぶつかり合うだけでも、まあ、ほとんど負けることはないですね。部隊数全然違うしね。
もちろんあの側面とか背面から攻撃した方がダメージがアップしたりします。よくあるやつ。じゃあ最後の一撃をキングで。最後の一撃は切ない。あ、はい、勝利。これよく見てほしいんだけど、リトライとかあるんですよね。リトライがあるんですよ。そう、これうまくいかなくてユニットが死んじゃったりしてもやり直せちゃったりするんですよね。で、今見ていただいたようなシミュレーションバトルがちょっと苦手だなって思う場合、これオート戦闘を選べばこれ一瞬で終わるんですよね。もちろんあの事前に戦力を調整して敵に勝てるような状況になっておかないと、まあ、あの負けちゃったりもしますけれども、例えばこの戦闘なんですが、これ見て、危険度が低い戦闘、ちょっとパワーバランスがね拮抗してきてるんですよ。で、実際オートでやってみると、あ、一人ユニット死んじゃってるんですよね。いや、これはまずいっていうことでリトライしました。ただしリトライを選ぶとオート戦闘であってもマニュアルに切り替わってやり直しっていう形になりますね。うわ、自分でやった方が自信ねえなーとか思って、ユニット数ではこっちの方が押してるんですけれども、相手の能力が結構高くてね、やっぱり一つユニットやられちゃいそうです。やられたー。いや、それどころかね、もう一ユニットやられちゃいそうなんですよ。これやばいですね。オートで戦ったら一つのユニットが犠牲になっただけで済んだのに、マニュアルにした途端2ユニット犠牲になったらちょっとまずいぞ。仲間の士気を高めるスキルを使って、でもやられちゃいました。マジかよ。いや、勝ったには勝ったけど、これさっきよりも悪くなってるから、でもう一回やり直しだよね。こっちが一方的に攻撃できる遠距離ユニットで、ちゃんと敵の HP を減らしておいて、で、狙う相手によってダメージ量が違ったりもするので、まあ、その辺とかもちゃんと考えながら攻撃を狙う。ミスー。騎手っていうユニットがいて、なんか仲間のサポートができるんですよ。これ、防御力が上がるスキルがあったので、これを早めに使っておきます。防御力アップ。さらに士気も上げるスキルを使っていく。サポートはね、結構大事だと思う。何はともあれ相手のユニット数をまず減らす。王様、まあ、俗に言うそのヒーローユニットはやっぱり能力他のキャラよりもかなり高いので、ダメージソースとしては非常に大きかったね。一体撃破、さらにもう一体撃破。いや、これね、やっぱりね、マニュアルでうまいことやると、オートだと被害が出ちゃうところも被害ゼロで乗り越えることができますね。っていうか、できました。やったぜ、完全勝利。まあ、みたいな感じのバトルになっておりますね。まあ、バトル要素としてはまだ他にも細かい点はあるんですけれども、まあ、全部あの説明してるとバトルの紹介だけであの30分の動画とかになっちゃいそうなので、一旦置いておきましょう。もう一旦っていうか置いときます。ゲームの全貌を紹介する動画となっております。あ、今の戦いで、ヒーローのレベルが上がりました。レベルが上がると新しいスキルを覚えることができます。このスキルの数もマジでめちゃくちゃ多いですよ。これ今見えてる分だけじゃなくて、下にスクロールしたらまだありますからね。なんかバトルの話を 3,4 分してたと思うので、皆さんもう忘れちゃったかもしれませんけれども、偵察兵を使ってマップを開拓していきます。開拓していくとですね、別の勢力と出会ったりします。中立的なラッフハイムとの出会い、ラッフハイムっていう国というか種族との出会いがあったみたいです。で、この争ってもいいし仲間になってもいいこの町のことを自由都市っていうみたいなんですけれども、ささやきの石っていうのをあげることで交渉をすることができるようになります。そう、だからその与えられるアイテムに持ってる数っていうのは限界があるので、交渉できる町の数っていうのにもある程度限界があるみたいな、そんなシステムなんだと思います。全ての町と交渉できるわけではないとか、そんな感じですね。まあ、もちろんあの初めて出会った新しい都市は打ち滅ぼしてやりましょうとはならないですよね。まずは交渉してみます。するとこのくぼみに石がポチー。これを与えると何ターンか後に霊族化してくれますね。要は従ってくれる国になってくれます。これをすることで取引ができるようになったりとか、いろいろといいことがありますね。なんかね、最終的には自分の国の一部になってくれました。吸収しちゃったね。あ、そうそう、すごい基本的なことなんですけど、このワールドマップでの移動とかもターン制になっております。
自分が動かせるユニットややれることが全部終わったら自分のターンを終了します。ここを押すとターン終了します。で敵の勢力が移動しますが、今のゲームってすごいね。 AI の移動ってすぐ終わる、一瞬で終わる。昔のシミュレーションゲームってね、敵のターン長かったもんね。今は一瞬で終わります。あ、さて、この国では領土を広げていく必要性があります。領土を広げれば広げるほど、まあ、自分たちの国で手に入れられる資源の量が増えていったり、まあ、要は強くなっていきますからね。じゃあ領地ってどうやって増やすのっていう話なんですが、この土地俺のだよって言い張れば OK です。自分の領土に隣接する土地に建造物建てられるんですよね。鉱山建てたら、まあ、石とかたくさん手に入るみたいな感じなんですけれども、こうやって広げていきます。ただし闇雲にどんどん広げられるっていうわけでもなくて、人口が増えていけばどんどん広げられる数も増えるっていう感じですね。これ人口の数が今4っていう数字で表されております。一定のターン数が経つと人口が増えたりするっていう形なんですけれども、人口が増えれば食料が必要になるので、食料が足りないと人々が餓死して人口が減ってしまったりします。新しく手に入れた領地で食料を作るような施設を作ったりとかする必要も出てきますよね。でバランスが必要なんですよね。領地を広げるだけじゃなくて町を作ることもできるんですよね。まずはヒーローで空いてる土地に前哨基地を作ることができます。はい、作りました。そしてできました。2ターンほど待ちましたので、この前哨基地をアップグレードさせると町になります。まあ、都市ですね。都市の建設って書いてあります。まあ、もちろん都市もこれ無限に作れるわけではなくて、これ200って書いてあるんですけど、これは定権って呼ばれるポイントとなっておりまして、画面の左上に書いてあるんですけれども、帝国を発展させるのに何かと必要になるポイントになります。でさらにその2個右にですね、3分の1お城のマークみたいなのがあるんですけれども、町を持てるのは3個までだよっていうことがここに記載されております。これも帝国が大きくなると4個まで町を持てるようになったり、5個まで町を持てるようになったりと大きくもできます。というわけで今は町を作ることができます。なので作っちゃいましょう。はい、作っちゃいました。皆さん大丈夫ですかね。これ話だけ聞いてるとなかなかついてきにくいですよね。定権とか言われたり都市とか言われたり、都市って言われてももう X ジャパンの都市さんのことですかみたいな話になってわけわからなくなるじゃないですか。で私結構最近思うんですけれども、そのテレビに X ジャパンの都市さんが出てても、それが一瞬モノマネの方なんじゃないかってわけわからなくなる瞬間があるんですよね。なんで今どうでもいい話始めたの俺。というわけで都市ができました。プラートンっていう名前になったみたいです。これ名前は勝手に決まっちゃってましたね。でやれることは最初にあった都市と同じです。ただ独立した都市なので一からまた育てていく必要があります。人口も少ないですし、手に入れられる資源も少ないですね。そしてですね、都市が増えると新しいヒーローを雇うことができるんですよ。都市の数だけヒーローがいるって考えていただけるといいかもしれません。雇うのにはちょっとお金がかかるんですけどね。こっちの人雇おうと、ジャキン。最初あのヒーローも一人ぼっちでやってくるので、必ずあの兵を雇って合流させる必要がありますけどね。事前に偶然5人の部隊が空いてたので合流させました。いや本当にたまたま偶然5人の部隊が空いてたんですよね。そんなことあるって、やらせじゃないかって。いや違うんですよ、本当に偶然5人の部隊が空いてたんで合流、本当にやらせじゃありません。やらせではございません。やらせチャンネルではございませんので。でもって新しい町に総督を割り当てます。総督になれるのはヒーローだけですね。なので、まあ、ヒーロー必須ですよね。総督なしで町を運営することも不可能ではないんでしょうけれども、まあいた方がいいよね。いや正直やることやれること多すぎて分かんなくねって思いますよね。こうやって説明だけ聞いちゃうとね。そうだから私もチュートリアル見ながら覚えていくのすごい大変だったんですけど、実際普通にゲームやってるとですね、右側にですね今やれることって全部表示されるんですよ。なのでこの右側のアイコンを見ておけば、ある程度のゲームの流れ進め方さえ知っておけば、そんなにそんなに大変でもなかったりします。おっとちょっと待ってくださいね。
何かを見つけました。ここはなんだ。ここはですね、古代遺産になってまして、ここを占拠するといろんな見返りがあって、ぜひとも占拠したい場所なんですよね。というわけで、一番強いユニット王様で探索に行きます。なんちゅう積極的な王様なんだよ。で、どうやらですね、戦いになるみたいです。戦って勝つと占拠できそうなんです。いや、そりゃ戦うでしょうと思ったんですけど、これ負けるわこれダメだ、勝てる確率低い。これはまだですね。おめおめと逃げ帰ろう。ところでね、このゲームね、このマップの中に地下があるんですよ。いろんな場所から地下に繋がってて、やばいっすよね。エルデンリングみたいなもんかなこれさ、違う国攻めるときに地下通っていって、地下から出てきて一気に攻めるとか、そういうのもひょっとしたらありえるのかなとか思ってる。地下を探索してたら、地下で都市作ってる種族とかいたんだよね。何それ面白いと思って交渉することにしました。やばいよね、このゲーム。このゲームのやばさ、そろそろ伝わってきてますかね。まあ、そんな驚きいっぱいのね、プレイを繰り返していると、なんかね、敵対心むき出しなピラスターとの出会い。敵対心むき出しなんだって。この都市は自由都市みたいなんですけれども、OK。ぶっ潰してやろうか。っていうか、出会った瞬間からもうね、敵対状態で戦争状態になってたんですよね。なんでなのかな？多分ね、各キャラクターごとに相性みたいなのがあって、例えば主人公が善良的な行動をしていると正義に触れていきますし、悪いことばっかりしていると悪になっていくんですよね。まあ、相入れないその種族同士がどうしても出てくるっていう感じになってるんですよ。あいつらね、黙ってても攻めてくるので、いよいよちょっと本格的に帝国をちょっと大きくしよう。帝国我々いつの間に帝国になったの？国を大きくしていきましょう。で、秘技の研究っていうのがあるんですけれども、新しい魔法が使えるようになったり、新しいユニットが雇えるようになったりするような研究があります。これね、なんか急に始まったんだけれども、これ多分知識がたくさん溜まってったからだと思います。常に何かしらの研究をして、新しい要素が常にどん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 入ってくるっていうような感じです。シミュレーションゲームで結構たくさんそういう要素あると思います。RTS とかのね、開発要素だと思っていただければわかりやすいかと思います。そしてそれとは別にですね、帝国を強くするためのスキルツリーもあったりします。まあ、スキルツリーっていうだけあって、まさに木の形してるんですけれどもね。これはさっき説明した左上にある帝権っていうポイントを使用して、覚えていくスキルですね。国全体にかかるスキルなんですよ。なのでこの辺もポイントが足りているのであれば、どんどん覚えていった方がいいやつですね。あ、一番最初に交渉を始めたラフハイムっていう自由都市と交渉がですね、うまくいきましたね。中世協定が結ばれました。これは頼もしいですね。さあ、とはいえね、やがて来る戦に向けて我々も強くならなきゃいけないので、領地をどんどん広げていって、戦ってユニットのレベルも上げておかないとね。時間かかるなと思ったらオートでどんどんやってます。っていうか、ほとんどオートで戦ってますね、戦闘はね。いや、これね、すごくサクサクでいいですよ。なんかその外交的なことに集中してやりたい時って、どうしてもああいうシミュレーション系の戦闘って時間がかかるじゃないですか。ズバッと飛ばせるのっていいなってちょっと思ってます。レベル上がってる、ラッキー。さあ、建造物もね、どんどん建てて、雇えるユニットをパワーアップしたり、それなりに資源とかもたくさん手に入れられるようにね、資源を手に入れて人口を増やして領土を増やしてっていう、なんかそのそれぞれがぐるぐる回ってる感じしますね。さあ、こっちのユニットも戦わせましょうと思ったんですけど、なんかね、我々は雇われただけだから見逃してほしいみたいなこと言ってるんですよね。これ戦って倒すこともできるんですけれども、見逃すことで正義のステータスがちょっと上がるんですよね。まあそりゃ見逃すよね。これあるあるだと思うんですよ、ゲームの。初見プレイは正義プレイ、あるあるだと思います。なんか骨ワイバーンの奇獣っていうのを手に入れたんだよね。これだ。
装備、馬じゃないものに乗れる。あ、空飛んでる。ちょっと待って、あー来たわこれ、神ゲーだわ。神ゲーを確信した時、とうとう動きがありました。ここで出会ったんですよね、別の支配者に。今までも何かしらの町と出会ってきましたが、あれ全部自由都市で仲良くしてもいいし、まあ、敵対してもいいしっていう感じのあれだったんですけど、この支配者には最終的に勝利しなければならないやつです。ただ今はちょっと生意気な自由都市と戦うことになりそうなんで、今は歓迎の品を送るとかでごますっときます。下手にお世辞を言うことで、お前に善意があると説得することができるとでも思っているのか。それじゃまだまだ足りないぞ。おう、こいつ生意気だな。こいつの性格なんですけれども、我々が領地を大きくすればするほど敵対心が強くなるっぽいですね。画面中央ちょっと上ぐらいに格ゲーみたいなゲージがあるんですけど、あのゲージがどんどん溜まっていくと平和じゃなくなっちゃいます。今はまだ大丈夫っぽいですね。いやでもね、今の奴らがマップのどこにいるかまだ発見できてないんですよね。これは偵察兵を使って早くこの霧がかってるところをね、明るみにしていかないとまずいかもしれない。おっ、見つけたぞ。相手の帝国の領土あったな、これ。もうちょっと調べないと広さまではわからないけれども、場所が分かっただけでもちょっと安心かな。ちょっと強めのユニットを雇えるようになったので、強めのユニットだけの軍隊を作っちゃいましょうか。ヒーローなしのユニットになるけど、まあいいでしょう。あ、そうそう、このゲームね、戦闘中だけじゃなくてマップ上でも魔法を使うことができます。魔法唱えてみましょう。修復の杖。ユニットの維持費が減るらしい。変わったエンチャントですね。変わったエンチャント。そうこうしてるとですね、私が、まあ、ラフハイムと同盟国うまくいってるのと領土広げてることによって、ちょっとだいぶ敵意むき出しになってますね。まあしかとしましたけど。おっと、なんかね、ユニットを召喚できる魔法を覚えましたね。こういうの好きよ俺。あ、そして地下の都市とも協力協定が結べましたね。いやなんか地上ですごい忙しくしてたから、これすっかり忘れてたわ。地下のことなんか忘れてたわ。あ、いやほら、そうこうしてたらほら、自由都市の生意気なやつらがね、ユニット出して攻めてきちゃったんだよね。いよいよ本格的に、これ戦ですよ戦。まあ戦は始まってたんだけど、とっくに。ただ正直攻めてきてる割にはやったら弱いんだよね、ユニットがね、敵ね。簡単に倒せるけどいいの？いやそりゃそうだよね。あっさり勝利。で、今のやつが捕虜になってるみたいなんだよね。捕虜に。まあ見逃すこともできますし、なんなら雇用することもできるっぽいかな。まあ雇用しても裏切られそうだから嫌だけどね。ちょっとね、攻められてきてるからこっちも攻め返すわ。相手のね、建築物をね、破壊していきます。破壊。さあ、味方のユニットをね、なるべく近くに固めておきます。同じ領土に味方ユニットがいることによって、そこで戦闘が始まった場合、全員で戦闘に赴くことができます。なのでユニットを固めておくことは大事ですね。さらに相手の建築物を破壊してやりましょう。この鉱山をぶち壊す。相手の収入源を断つことによって、新しいユニットを作りにくくしてやったりすることができるんじゃないかと踏んでおります。左側にいる敵は、あれは敵国のユニットじゃないけれども、倒しておくか。倒しておくことでレベルが上がっちゃったりするんでね、強くなる。あ、ちょっと待って、いつの間にか新しい武器持ってた。よし、これ装備させて味方ユニットを固めて敵にぶつけましょう。するとどんなバトルになるかというと、この圧倒的戦力差のバトルになるんですよね。これやばいよね。それ勝つよ。でもこの場合ってマニュアル戦闘したら、これ全部味方のユニット全部自分で動かすのかな。え、ちょっと気になるね。やってみればよかった。多分ですね、敵の領土を破壊してるからだと思うんですが、考え方が中立へ変わったらしいです。いや、ちょっと前まで正義だったんですよ。悪に染まりつつありますね私。
いやだってこいつらが敵を送り込んでくるんだもん、仕方ないしょってね。仕方ないしょ。いやならもういいです、さっさと本丸を叩きます。ここに勝利すれば我々の勝ち。オート戦闘でいきよう。これもいやでも結構強そうだね。オート戦闘どう？うわ結構いい勝負しやがったけど、まあ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 勝ちました。で最終的にこの城を何ターンかかけると落とすっていう形になりますので、まあ少し時間をかけてという感じになります。ホリオにしてたはずのやつが死んでますねで泣き殻を売却することもできるっぽいですね。なんか2人いて2人ともなんか死んでるんだよね。いやもう売るしかないじゃん、売るしか。あそして落とせました。で落とした敵の都市はどうするかを自分で決めることもできますね。今回は吸収して我が国のものとしました。吸収するのもね、定権ポイントが必要だったりするのでいくらでもできるっていうわけではないですね。そして、新しいヒーローを雇って国に配属させましょう。ちょっと待って、選択肢多くなってきて迷うよこれ。あちょっと待って、金足りねえわ。金が足りない。いやこうなるとね、領地が結構いよいよ大きくなってきて、領地が大きくなるとこいつらがイチャモンつけてくるんですよね。でこいつらの方がよっぽど広い領土持ってるんですよ。こいつらヘビや、こいつらはヘビだぞっていう風に思ってたら、また別の支配者が現れました。どうやらこのマップには支配者が合計私含めて3人いるみたいでして、ほら右上にアイコンが出てますよね。この2組を倒すのがこのマップでの勝利条件ですよね。でこいつも結構ね嫌な感じでね接してくるんだけど、ただまあ今のところまだ平和なんですよね。まあ、言ってしまうと、このマップでの本当の戦い本番はここからだよっていうような感じになってるんですね。支配者たちとの戦い、そしてどのように支配者たちに勝利するのかっていうところも含めて、まあ、非常にですねやりごたえのあるゲームとなっております。まあ、今回この、まあ、30分程度のね紹介説明でゲームのその、まあ、どういう流れなのかぐらいは伝わったんじゃないかな。伝わったこれ大丈夫かな。まあ、非常にですねやることが多い、要素の多い奥深いシミュレーションゲームとなっております。めちゃくちゃ面白いので、こういうじっくり考えながらプレイするゲームが好きな方、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。ゲーム実況チャンネルの方でこれね多分ライブ配信やると思います。ただライブ配信でこれ見てるとみんな眠たくなると思いますので、睡眠導入向けの配信になるかもしれませんが、まあよかったらお付き合いください。というわけでね、今日の動画はじゃあこんな感じでいいでしょうかここまでにしまして、この先はまあ皆さん実際に楽しんでみてください。ご視聴いただきまして皆さんありがとうございました。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。